36式無線機とは日本海軍が日露戦争当時以降使用した無線機である。34式に次いで正式採用された日本海軍で2代目の実用無線機である。1903年に採用された非同調式の普通火花送信機である。採用後直ちに戦艦や巡洋艦等大型艦艇より順次搭載され、 日本海海戦までに仮想巡洋艦も含む駆逐艦以上全艦艇に装備された。実物を忠実に復元したものが横須賀の記念館三笠無線電信室に、またそのレプリカが無線通信歴史展示室で展示されている。2017年9月5日に国立科学博物館の定めた重要科学技術資料の第00228号として登録された。 1900年頃、日本海軍は、無線機開発に着手し、電気試験所の松代松之助主任と、旧制第二高等学校の木村俊吉教授らにより、千葉県の津田沼と横須賀の大津間の通信距離 54km で、実験が行われた。1901年、日本海軍は、横須賀、田浦の横須賀海軍工廠に通信技術者を集めて、無線機開発に取り組ませた。 当時の艦隊行動範囲から80回りの通信を可能にする必要があったことと使用されていたインダクションコイルが当時の日本では量産ができなかったため価格や保守の観点から可能な限り国産部品のみで構成することが望ましいと考えられ改良が検討された結果として性能面でドクシーメンス社のリレーを採用するといった改良が加えられたことや 調達面で、安中電気製作所が、インダクションコイルの国産化に成功し、200回りの通信と部品の安定供給が可能となった。1903年5月27日午前2時45分、仮想巡洋艦、シナノマ丸が、北高する病院船、オリオールの東下を発見、さらに接近して機体艦隊の存在を確認、4時45分、敵艦隊、らしきバイエン。 県有、続けて4時50分、敵の第二艦隊未有地点203との暗号電報を送信し、この電報は、戦艦、五福島による中継を受けて、連合艦隊司令部が座上する機関、三笠へ到達した。これを受けて、司令長官、東郷平八郎大将が艦隊の出動を加盟、同艦より大本営宛てに、敵艦隊未有との警報に、 摂氏連合艦隊はじかちに出動。これを撃沈滅セントス。本日天気清浪、なれども朗報士と報告の電報を送信し、戦闘が開始された。戦闘中も連合艦隊が無線電信を有効利用したことは、戦闘の有利な展開に大いに寄与した。非同調式の普通火花感激による火花送信機とコヒーラ原発機の受信機からなる。 まだ同調回路を有さなかったため送信周波数や受信周波数はアンテナの長さで調整した。送信電波はアンテナ回路により生まれるピーク周波数を持つが、それは繊鋭ではなく、また受信機も同様に繊鋭な選択受信ができず、複数の通信を同一海域で同時に行うことは不可能であった。また受信出力は、 当時の優先式電信に習い印字式とした。1907年、日本海軍は36式送信機のインダクションコイルを直流電源と断続機により、あたかも交流のように駆動するのではなく、電源に交流そのものを用いた40式、無線電信機を完成させた。さらに3年後の1910年には43式、無線電信機を実用化した。これは、 同調式の普通火花送信機と音響受信可能な同調式の鉱石式受信機の組み合わせであり、36式に比べて多大の性能向上を達成したものである。1908年に創業した低信省の公衆通信サービスではすでに同調式が導入されていたが、海軍省としては43式が最初の同調式だった。ありがとうございます。